どうも、ぶひけんです。本日は木曜日、超雨、朝からね、かゆい。作業を始めていきましょうか。オイルパンくっつけちゃうとこからね、いきましょう。まあ、オイルパンにもガスケットも塗ったので、うまくはまってくれるといいね。ちょっとやってみます。それではこっちをつけていきます。また潜ってちょっと取り付けていきます。あ、腰痛い。ネジ。はい、オイルパンと、フライホイルのカバー元に戻しました。よし、これで今のところ漏れは止まっているはず。またね、にじんだりなんだかんだはしょうがないと思うんでね、そうなってきたらちょっとずつマス締めちょっとしてもらってって感じですね。当分は大丈夫だと思う。よし、ストレーナーも掃除したし、よし、ちょっと待って。よし、それではオイルを入れていきましょう。これはすげえオイル入れにくいよ。なぜここだもんな。ちょっとね、リターンスプリングとグロメット外さないとね、入らない。とりあえずオイルパンの中身は全てと、フィルターのやつもう出しちゃったので、5リッターぐらい、もうちょい入るのかな。ちょっとやってみます。入れてこう、ここですよ。ちょっとな、見えない。ゆっくりやろう。はい、なんとかオイル、今ね 4.5 かな、うん、ぐらい入れて、で今ちょうどいいぐらいで、これエンジン回すとちょっと減るんで、そして足りなくなった分を付け足すっていうような感じですね。はい、これで、あ、最後ちょっとエアクリーナーにね、このこいつつなげてあげようと思いますけど、あ、つなげて調子悪くなっちゃったらこういう感じで垂れ流しにしようかなって思ってますけど、まあこれでもう本当にパーツ待ちですね。ブレーキのシリンダー待ち。うん、なんかね、いろいろ見つけちゃったからね、ちょこちょこ細かいことやってましたけど、まあいいでしょう。うんうん、そんな感じだな。あ、ちなみにこのティッシュはちょっとこぼれた油を吸い取らしています。よし、じゃあ下朝一でもう一回下回り確認したら、エンジンをちょっとかけましょうね。まあ大丈夫だと思いますけどね、漏れもないと思う。うん、うわー、今日の動画短いな。のんびり作業してましたよ。そんな感じだな。